タイギングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回小型のですね、iPhone 12 mini が登場しそうということで、まあサイズ感だったり、どういう人がね、まあ買い替えるべきかっていうのをちょっと前半にお話しして、まあ後半ではですね、気になる価格とかですね、発売時期、逆にちょっとここは大丈夫かなっていう、まあ気になる点というか、ちょっとデメリット的なね、お話もしたいと思います。で、まあ早速行くんですけども、まあ、まず iPhone 12 mini って、まあなんだよっていう話なんですけども、まあ今年もあとね、まあ2、3ヶ月ぐらいでね、新しい iPhone、iPhone 12 が、まあ発売されると思うんですけども、全体像というかそのラインナップ自体のね、解説は前回の動画で、もうお話ししている通りですが、一応合計その4つですね、4つの機種が出ると言われてまして、iPhone 12 の 5.4 インチと 6.1 インチと、もう一個 iPhone 12 Pro ですね、12 Pro の 6.1 インチと 6.7 インチ、こちらのですね、まあ4つのラインナップからまあ構成されると言われております。で、特に注目されているのがですね、一番小さい 5.4 インチ、iPhone 12。こちら名前が小さいので iPhone 12 mini になるのではないかと、まあ通称そう言われているというところですね。じゃあその 5.4 インチのね、12 mini ですが、どれぐらいの大きさというかね、まあサイズ感になる、んですかみたいな。まあちょっとそこは気になるところですよね。まあ割とね、結構詳細にまあリークの情報がまあ出てきてまして、まあすごいわかりやすく言うと、もう本体サイズがですね、今の iPhone SE2 とか、まあ iPhone 8 とかのサイズですね。まあ4月にね、iPhone SE2 発売されましたが、まあそれよりも小さくなる情報がね、結構出てきてます。基本的にやっぱ本体が小さくなると画面も当たり前ですけど小さくなるんですが、ただそのフルディスプレイですね。要するに今の iPhone 11みたいな大画面に対応するので、本体サイズがその iPhone SE2 よりも小さいのに画面はその大きくなるっていうか、これがかなり、まあ理想としてた今、夢の iPhone みたいなのがついに来そうっていうことでちょっと話題になってます。一応その SE2 ですね。iPhone 8とか7のサイズっていうのが 4.7 インチなんですけども、iPhone まあ6から6、7、8の本体サイズより、iPhone 12 mini は小さいのに画面は大きいっていう、これ素晴らしいですね。まあ一応初代のね、iPhone SE っていうのは4インチで、まあそこまで小さくならないんですけども、初代のね、その SE のちょっと一回り大きいぐらいのサイズになると思うので、やっぱりその小さいサイズのね、やっぱスマートフォンをね、探してた方っていうか、もうそういうの、まあ僕も好きなんですけども、そういうの待ってた方にはね、ついに来たっていう感じですよね。ではですね、まあどういった人がですね、やっぱその iPhone 12 mini 向いてるかっていうか、どういった人がですね、待つべきかっていう話なんですけども、例えば今、買い替えですね、買い替えとか、まあ機種変更をね、例えば iPhone で、まあ考えてる方、特にちょっと聞いてほしいんですけども、例えば今現在 iPhone、まあ、6とか 6S とか、まあ、7ですね、iPhone 8とか、まああたり、そのまあ 4.7 インチのね、まだホームボタンがついているサイズを使用してて、まあそろそろやっぱりね、まあ2年ぐらいとか使って変えたいなって思ってる方は、やっぱりこの iPhone 12 mini 待った方がいいんじゃないかと思います。まあ一応その買い替えの今の対象だとね、まあ iPhone であると iPhone SE2 っていうのがね、4月に出ましたので、まあそちらもね、もちろんコスパ良くて、まあもちろんおすすめではあるんですけども、それ以上にやっぱね、まあどうして待つべきかっていうと、それ以上にやっぱ小さくて、やっぱ持ちやすくなって、まあ画面もやっぱ大きくなると。しかもですよね、今年のモデルからですね、有機 EL っていう、まあテレビとかでね、聞いたことあるかもしれないんですけども、有機 EL ディスプレイが、そのミニの方にもね、採用されると言われてますと。最近やっぱその日経新聞とかですね、記事で、アップルが、ついにその全ラインナップに、まあ有機 EL を採用っていう、まあそういったもう記事も出したりね、してきたんで、結構やっぱ信憑性は高まってきたかなっていうところはありますね。まあもちろんその日経が言ったからって 100% じゃあ有機 EL になるかって、まあ保証はちょっとできないんですけども、やっぱりね、そのやっぱ可能性が高いからこそその日経新聞とかもね、出せるわけなんで、なんでやっぱりその有機 EL で綺麗になってね、まあ本体もちょっと薄くなるっていうことが言われておりますと。まあやっぱそういったことからですね、iPhone 12 mini にですね、4.7 インチ、iPhone、まあ6から6、7、8あたり、で、機種変更を考えている方はやっぱ待った方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。ただちょっとやっぱそこでね、気になってくるのがやっぱ価格ですよね。お値段。お高いんでしょみたいな。これですね、iPhone なんで。はい。いくら小型でね、じゃあ、すごいもう大画面とはいえ、10万もね、20万もしたら僕ももちろん買えませんよっていう。まあ、12 Pro 買いますよっていうことになる、なっちゃうので、まあ一応今回の iPhone 12シリーズに関しては、だいたい649から1099ドルの、間になると言われております。だいたい日本円でまあ6万とか7万円あたりから、まあ10万、11万ぐらいですね。12 mini はその一番下のラインナップになりますので、まあ649ドルあたりなんで、
まあ、日本円でおそらく、まあ、6万9800円とか、まあ、税別になるんじゃないかと予想されてます。まあ、多分6万から7万前後じゃないのかなって感じですね。いろいろちょっと言われてはいますが、まあ、価格についてやっぱ、まあ、ほぼ昨年と同じ感じになると思います。一応その SE 例えば2の発売とかを当てたジョン・プロッサーっていう、まあ、ちょっとリーカーというかね有名な方がいるんですけども、まあ、その方が結構、まあ、この価格を言ったりしてるので結構この人ね結構当ててるんですよね、この最近。まあ信憑性もね、割とちょっと信憑性高いかなっていう感じですね。結構破天荒な感じで、もうめちゃめちゃ当たるんで、もうアップルにね、まあこいつ絶対内通者いるだろうってめちゃめちゃ噂されてるんですけども、はい。まあ多分いるんでしょうね。はい。まあまあまあ。っていう感じでちょっとそれましたけども、まあ SE2 に比べると、まあちょっと SE2 がまあ44,800円。まあ5万円前後なので、ちょっとお高くはなるんですけども、やっぱりその有機 EL のね、綺麗な画面だったり、まあ今年からまず 5G ね、対応もありますし、あとまあデザインも一新、ちょっと角張ったデザインになって、まあカメラもね、こちらの方がデュアルレンズでいいんで、それで2万からまあ2万5千円のね、まあ大体違いであれば、まあ僕だったらミニ選ぶかなっていう感じですね。何でも安い方がいいっていうね、方はまあ SE2 で全然、まあいいと思うんですけども。あと、まあ容量とかもですね、今年から言うと 128GB から、今まで 64GB からだったんですけども、128GB からになるので、やっぱりそういろんなね、面で5G の対応とか考えると、すごいやっぱお得感っていうのは結構やっぱ今年も出してくるのかなっていう。やっぱお得感あるんで、まあ僕は結構そのミニ、待った方がいいんじゃないかなと思ってますと。今までちょっと散々ね、ちょっといい点言ってきましたが、逆にそのなんかまあデメリットみたいなところって、まあどういうとこかなって。まあ気になる点ですね。ちょっと2つぐらいね、解説したいと思うんですけども、まず1個目がですね、まあバッテリーの持ちですね。ここはちょっとどうなのかなっていう感じで、まあこれスマートフォンに限らずなんですけども、ガジェットというかこういうパソコンとかですね、こういう電子機器って、どうしてもそのバッテリーの大きさとその本体のね、大きさに結構比例しちゃうっていうところがありまして、単純にやっぱ、大きい方がバッテリーをね、多く詰めるんで、車とかも一緒ですよね。電気自動車とか。で、ミニでこれだけやっぱ小型の本体っていうことになると、やっぱりそんだけね、バッテリーを詰めない、入れれない、もうスペースがもう単純にないんで、まあ多分容量的には1800、まあ、ミリアワーとか言ったりするんですけど、まあそれぐらいになるんじゃないかと。で、まあ比較で例えば iPhone 8とかで、まあ1900ミリアワー。ちょっとは少ないなっていう感じはしてます。はい。まあ例えば僕が以前にデビューしたですね、まあ Xiaomi。レッドミーノート 9S っていうのがあるんですけども、これ、まあ結構でかいスマートフォンですけど、5200mAh だったかな？多分5000ぐらいあって、まあ、同じスマートフォンでも本体サイズが違うともう全然バッテリーの容量が違ってくるっていう。まあ、ただ僕は今 iPhone 11使ってるんですけども、すごく電池持ち良くてですね、まあ1日でその切れることみたいにないんですよ。まあつまりそのソフトウェアですね、今iOS っていうのが iPhone の中に入ってるんですけども、そちらのまあなんていうかその省電力、かなりね省電力になってきてるので、まあバッテリー容量だけではまあもちろんないんですけども、まあそこをまあちょっと期待するしかないかなと。まあ1日ぐらいは持ってほしいなっていうところはありますね。で、2つ目のねデメリットなんですけども、先日発表されました iOS14 との相性というか、ちょっと恩恵がちょっと小さい画面では受けれない部分もちょっとあるんじゃないかなと思ってまして、iOS14 っていうのがですね、先日の WWDC でですね、リリースですね、まあ、iPhone の中に入ってるソフトウェアなんですけども、どういう感じでね、新しくなったかっていうのを、内容については過去のね、動画で、わかりやすく解説してるんで、こちらを見てほしいんですけども、実際今僕もベータバージョンっていうですね、まあ、お試し版ですね、まあ、それを毎日入れて使ってるんですけども、まあ、そういう iOS14 って大きい iPhone にね、やっぱちょっとどちらかというと寄ったような機能が、新しい機能がいっぱいあって、小さい画面だとやっぱりどうしてもその恩恵をね、最大限受けれるかっていうとちょっとね、買いづらいんじゃないかなって思ってるところがあって、例えばウィジェットっていうですね、大きい情報ですね、まあ Android とかねよくあるんですけども、これ情報バーというか窓みたいなのをホーム画面に置けたりするんですけども、例えばこれ iPhone 今の SE ね2とかに置いちゃうともう2列取っちゃうんで、結構もう邪魔っていうか画面がそもそも小さいんで、はい、やっぱそういうところもね、ちょっと気に、まあ、5.4 インチでもそこまですごいでかくなるってわけじゃないんで、まあ、そこはちょっと気になるかなっていうところと、まあ、例えばピクチャーインピクチャーとか、これ動画を見ながらですね、例えばそのメモをするとか、同時にいろんな作業とかもね、できたりするんですけども、まあ、これも小さい画面だと、ちょっとどうなんだろうね。画面がちっちゃくなっちゃうんじゃないかなっていう感じは、ま、正直思いましたね。はい。まあ、別に使わなければね、まあ、いいじゃんっていう、まあ、話ではあるんですけども、やっぱこういったちょっと iOS14 とかの恩恵、新機能のね、恩恵はちょっとやっぱ画面が小さいと受けづらいかなっていうちょっと個人的に感じました。まあ一応こういったね、まあデメリットとか、まあいろいろ踏まえまして、まあ iPhone 12 mini ね、もし発売したら皆さんどうですか？買いたいでしょうか？
はい、コメントお待ちしてます。いろんなね意見だったりお待ちしておりますので、といった感じでまた最新情報ですね、 iPhone 12とかね、あと Mac についてもね話してますけども、また進展ありましたら動画にねしてすぐ上げたいと思いますので、じゃ早く知りたい方はチャンネル登録していただければ幸いです。で今後もちょっと IT リテラシーをね上げるような動画をですね、まあ初心者の方でもわかりやすく、解説したいと思いますので、グッドボタンだったり、コメントお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。